はは。い、こんにち即歌塾の久保ですあの常連さんっているじゃないですか常連さんを YouTube で例えるとまあいつも見に来てくださる方っていうふうに考えることができるんですよねで YouTube にいつも見に来てくださる方が一人でもいればその常連さんとの関係っていうのは結構良好だと思うんですよなぜなら作ったた動画に対してててものすすごく価値を感じていただいだるからなんですよね。つまり情報発信を認めてくださってるという関係が成り立ちます ですのでそういった人が一人でもいればもうここにはですねビジネスが成立するんですよ発信した情報の価値を高めて本当に見に来てくれたその常連さんの悩みを解決することに対する改善提案になるとそれは本当にありがたい有料級の情報ということになります有料級なら別に有料でいいわけですよ心を尽くしてサポートしてあげて料金をしっかり受け取ることによってその常連さんは お金を払ってサービスを受け取ったなというさらに一歩踏み込んだ信頼関係に進んでいきますずっと無料っていうのはね実はですねある意味常連さんの心を裏切ってることにもなるんですよこれ多くのビジネスがまだね苦手な方って逆に捉えちゃうんですけども例えばですねいつも行ってるお店で裏メニューとかまかないっていうのがねちょっと割高だけども出てきたらどうかってことなんですよぼったくられに来てるなと感じるお客さん いますかね常連さんはぼったくられたというよりもあますますこの方は私に信頼をしてくれて通常では公開しないような特別な情報サービス提案をしてくれるんだなと感謝してお金を払いたくなっちゃううと思うんですよもっと言えばですね無料の情報発信によってそのお得感がなければ有料になった時とか高額なものを紹介した時に ぼったくられたって感じちゃうんですよ、ね、まあですんでしっかり無料の間に信頼関係が築けていればそしていつも見に来てくださっている方の悩みとか苦しみに寄り添っていくことができているならそれは問題なく有料商品が売れていくってことになりますじゃあですねこういったことをしっかりと詰め込んだ YouTube の強化策少ない再生数でいかに稼いでいくか稼動部稼ぐ道の部門 即可塾でも今進めておりますので、途中参加ご希望の方でも全然構いません。お申し込みいただければと思いますんで、メールの方いただければ幸いでございます。えそれでは失礼します。